ゴルフ道場加藤パーシモン加藤です。今回はですね、私の YouTube チャンネルを見てくださっている方からの、質問に答えていきたいと思います。質問くださった方なんですが、強い球を打てるようになりたいと何人かのプロにレッスンを受けたそうです。そしてその、共通していたことは体幹を使う、フェースを返さない、ハンドファーストプラスインサイドアタックと、結果どうなったかというと飛ばない、上がらない、当たらないと。で、私の動画の中高年の、ゴルフスイング講座を見てですね、現代の理論と逆行していて衝撃を受けたということなんです。まあ同じような方非常に多いかと思うんですが、それでですね、いくつか質問をいただいておりまして、シンプルに強くボールを叩くにはどういうイメージでクラブを扱ったら良いですかという質問からまずお答えしていきたいと思って、動画を撮影しましたので、解説していきたいと思います。はい。で、練習場でちょっと動画撮影したんですが、周りにお客さんもいて喋れなかったので、解説を付け加えていきたいと思います。まずこのね、練習用のこのバカでかいヘッドのこれですね、これを最近入手しまして、これだと、動画でもフェースの動きはよくわかるんじゃないかなということで、まず最初ね、これをちょっと使って、打っている、動画を撮影しました。これね、ほんとでかくて、これ3倍ぐらいありますかね。で、実際ね、これボール打てるんですよ。シャフトも普通にスチールシャフト、多分ダイナミックゴールド入ってて、まあ、フルショットはちょっとどうかと思うんですが、まあこれを使ってやっていきますと。で、まずですね、やりましたのが、この右手の片手打ちですね。これやってもらうとね、このフェースの動き、クラブの扱い方っていうところが、よくわかるんですよ。まあ、よくね、右手のひらとフェースの面が一緒だよなんていうことを昔のプロは言ってたんですが、まさにその通りで、当たる瞬間に負けないように当然フェースは、まあ、ローテーションっていうわけじゃないんですけど、まあ、当たって負けて倒れるような動きっていうのはないんですよね。球を前にフェースの面で弾いて前に飛ばすには、このグリップエンドが大きく動かない。グリップエンド側が支点となって、クラブヘッドが回っ、先が動いていくと、クラブヘッド側が。で、これはどこで動かしてるかっていうと、まあこれちゃんとね、体回ってるように見えるんですけど、実際はもう腕の内旋外旋動作のみなんですよ。手首でもない、肘でもない、腕そのものが、外旋内旋動作する動き。もう角度で、数字で言うと、右40度、真正面から始まって、右40度、左40度に腕が内旋外旋してくれれば、もうそれでクラブはもう動くんですよ、これだけ。まずここが重要です。グリップエンド側を大きく動かすんじゃなくて、グリップエンド側が支点となって、こういうふうにヘッドが動くんだよっていうところが重要なので、まずね、もう体幹使うとか何しないとかファンドファーストとかじゃなくて、まず片手で練習されたらいいと思います。これね、プロもよくやってますけど、アマチュアの方結構片手打ちやるとなんかみんな大きく振っちゃうんですよね。このぐらいの振り幅でいいんです。この今私素振りで確認してますけど、こんなもんでいいんですよ。まずこの小さい振り幅でしっかりと球を弾くクラブの動きができるかどうか、これができなかったら強い球も打てないし強く叩けません。まずこの小さい振りでしっかりコンと打てるかどうか、ここが重要です。この腕の動き、これ手首じゃないんです、腕です。腕でやってるんでフェースの向きは変わらない。これ手首でやっちゃうと開く閉じるの動きになるんですけど、腕でやるとスクエアな状態のままで内旋外旋してるだけ。はい、今度クラブを7番アイアンに持ち替えました。で、7番アイアンでも同じようにやるんですが、この時、イメージしてほしいのはコツンと、さっきも言ったようにコツンとしっかりインパクトして、ある程度勢いよく飛び出して低く出て、ちょん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 とランが出て、勢いのあるボールが打てるようになってほしいんです。7番アイアンでね、7番アイアンで
この振り幅で山なりに緩いボール打ってる人はもう飛ばないヘナヘナスライスしか打てません。この動きがしっかりと捕まった球であったりとか強いボールを打つための基本の基本なんです。だここすっ飛ばして体幹だのフェース返さないだのそんなことを教えてちゃダメなんですよ。強い球打ちたいって言ったらまずこの振り幅でじゃあちょっと打ってみてくださいって言って、あもうインパクト緩んでますねとかインパクトないですよあなたっていう感じのレッスンを私はしています。まあ、実際これがね一番感覚をすぐつかめるし、この振り幅でしっかり打とうと思えばこうやってちゃんと体重移動もする腰も回るんですよ。そんなこと一切考えてないんですよ。バックスイング大きくしない、大きくしないってことは手首使ってない、そこからしっかりとインパクトする、そうすればもう勝手にこういう体の動きになってくるんですよ。でこれね小さい動きなんですけど結構ね体しんどいんでね、まあこんなような、あの皆さんもね練習の途中でねこうやってね足の裏側よく伸ばした方がいいですよ。こっちが詰まってくるとこれも腰痛の元ですから、これ大事な動きです。イメージはこういう小さい動き、別にこれはリストで打ってるわけではない、腕の内旋外旋動作です。何回も言いますけどここが重要なんですよ。これね手首だと思う、手首に見えるかもしれないですけど手首なんか何も使ってないですよこれ。でこの体重移動だとか腰回して左にちゃんと体重乗せるとか一切考えてないです。もうこのクラブの動きだけ、もうフェースの動きだけ、ここでポーンと弾くんですよ。そうすれば自然とヘッドも出て体も回って体重も左に勝手に乗っちゃう。もうね顔残しとくとかそんなもん一切考えなくていいんです。とにかく弾く、パチンと弾く、そして低く勢いのあるボールを打つ、まずこれ練習ですよ。強い球を打ちたいとかね捕まったボールを打ちたいっていうそこで悩んでいる方はまずこれやらないとダメ。ここをはしょっていくらフルスイングで体幹だの何だのかんだのなんてあの意識してやったところでねできないです。これわざとね悪い動きやりました。こうなる人が多いんです。小さく振れっていうと、小さく振ろうとすると腕を固めてガチガチにして体が回れなくなってギッタンバッコンになる。これはねバックスイング大きくてインパクトで緩んじゃう人の悪い例をやりました。大きく上げてフォワッと、これダメです。これはねコースあのマットだと滑っていいかもしれないけどコース行ったらねもうちゃっくりトップとか出ます。でこれは腕ピンピンに張ってて今度左肘抜いちゃう人の悪い例ね、はい、これ悪い例です。ちょっと風がね非常に強かったんで練習場の方がなんか後ろに現れました。別に私が変な打ち方してるから現れたわけです。ちょっと風強かったんで、ね、ネットが下がってたんでちょうどあの低いちょんちょん打ついい練習になったんです。でこうやって一歩前に出ちゃっていいんです。別にこれねそういう低い勢いのあるボール打とうと思ったらねもうこういう風に一歩前出るの全然勝手にいっちゃうのね。あのチェ・ホソン選手のあの動きは全然自然な動きなんですよ。あれ強い球打とうと思ったらああいう動きになる。これはわざと7番アイアンで上げました。こうやって振って これね普通標準がこれになってる方非常に多いんです。これはもう7番アイアンでもうピッチングみたいな弾道の球を打ってます。そうするとこういう打ち方になるんです。これは緩いボール、柔らかいボールですね、よく言えばだショットがこれになっちゃってる方が非常に多いんですよ。これはあのアプローチで言うとまああのロブまでいかないけどまあもう勢い殺した球なんですよ。今ね横から打つあの球筋も見えるんで、分かるかと思うんですけれども、まずどっち打ったんだこれは、うん、大した変わんないのに、ね、一応気にしてるんですよ。ほら一つも変わんない、何も変わってねえじゃねえか。これねこれ上げるやつ、これ7番円でこんな上がってんの。こういう風になってる方が非常に多いんですよ。上がって距離が出ないって人はこういう打ち方になってで、これ体重後ろ残ってるでしょ。これはあのどうやって打ってるかっていうとフェースちょっと開いてアウトサイドインに打つ、これ真逆の打ち方。
球の高さも半分になる。で、半分になるってことは球の勢いも、もうスピ初速がもう倍ぐらい変わります。これこっちを覚えれば球も捕まりますし、強い球も打てるようになる。こういう練習すればね、インテンショナルでドローとフェード打てるようになるし、だどっちもダメじゃないんですよ。さっきのね、悪いって言った方の動きも別にダメじゃないの。あれも使えるから両方できるようになった方がいいんですよ。片一歩だけじゃなくてね。だまずはこういう風に7番アイアンで小さい動きの中でやってみると、あの分かりやすいと、分かりやすいというかできますから。まずいきなりねフルスイングってやろうと思うから難しいんですよ。できないんですよ。で結果もうぐじゃぐじゃになってる。まずこの小さい振りからやっていけばスイングも早い段階で整ってくるし、なおかつアプローチも良くなる。でさっきも言ったように、この低い球を打つのはドロー系の動きなんです。高いボールはスライス系の動きだ。そういう内訳もできるようになるし、傾斜地からのショットなんかもあのうまいこと打てるようになるんですよ。これやっとくと。これわざと上げる、こういうフィニッシュの方多いでしょ。まあ、これはいいんですよ。これはこれで、これも使うからね。こうやってできた方がいいです。これわざとやったの。これもね、全部7番円でやってます。どっちもできた方がいい。これ上げる方。今度逆ですね。もう構えから変わるんですよ。これ。この、今のね、この打ち方をね、あの、ダメだと思ってる方非常に多いんですけど、これ大事。これ。これ別にヘッピリ腰じゃない。ヘッドの動きで結果的に体がこうなってるだけ。インサイドアウト、インサイドアウト、こういうヘッドの使い方ね。これは腕の内旋外旋動作だけ、うん、これはちょっと肘縦に使う動きが入ったんで、さっきの外からなんかアウトサイドインは、これはどっちもできた方がいいです。で、まあ、強く叩く方としてはこの打ち方を練習してもらえれば、強く球を叩けるようにもなるし、強い球も打てるようになってくると。これは上げる方の打ち方、はい、ということで、まずはその体幹を使うだとかなんだとかとかスイングの方の意識じゃなくて、まずはこの振り幅で7番アイアンで低くポンと勢いのあるボール、勢いよく出て転がるボールが打てるどうかっていうところを練習してもらえれば、スイングも良くなるし、強く叩けるようになるし、強い球も打てるようになるし、捕まったボールも打てるようになるということです。何を意識するじゃなくて、どういう練習をするかが重要です。以上、パーシモン加藤でした。